本人確認とは、行政庁等に対して、公文書の申請や公的機関などで手続きをする際、及び犯罪収益展望手法における特定事業者と取引をする際に、当該行政庁等、公的機関及び特定事業者が相手方が本人であることに間違いがないことを確認することを言う。本人確認が必要とされるケースとして、以下のような例がある。 当初は本人確認が不要であったか、または簡易な手続きのみで済ませ、提供されていたサービスが多く見られたが、次第に詐欺などの犯罪行為へ悪用されるケースが増えてきたため、後から本人確認を導入し、また犯罪収益展望司法などの法律で義務づけるケースさえ出てきた。このケースからセキュリティや危機管理を軽視していた間を否めず、なりすまし防止のため、 本人確認の重要性が改めて認識されるようになった。本人確認で特に多用される運転免許証。氏名、生年月日、本席、住所、顔写真がプリントされている。住民基本台帳カード。写真なしのものは、氏名以外の個人情報記載がないため、本人確認書類としては利用できないことが多い。一般的には、国籍、 現住所、氏名、生年月日など、必要最低限な個人情報を確認できる公文書を用紙、主に以下のような公文書が用いられる。ひとたび成人すれば、本人確認で用いる公文書や、宅地建物取引首相のような国家資格の証明書などを所持する機会も多くなるが、児童の場合、本人確認に用いる公文書を所持するのが困難。 年齢の上限に関わる申請が困難となることもあるため、その場合は保護者が代理となる形で申請しなければならなくなることもある。なお、一般に生徒賞、学生賞は国公立学校発行のものであっても、それのみでは本人確認に用いることができない。日本国籍を確認するため、本籍を確認する場合、一定の年齢以上にあるかを見るため、 年齢の加減を調べるケースが多いが、稀に年齢の上限が課せられるケースもある。個人情報の改ざんを防ぐため、コピーの提示は、不可とし、原本を提示するよう要求されることもある。法令上、16歳以上であれば、原付免許の取得も不可能ではないが、全日制の高等学校の生徒は、多くの場合は、産内運動や高速で、運転免許証の取得を、 禁止や取得の条件を制限している。ありがとうございます。